連れて行ったっちゃけんの、そう、4に連れて行ってですよ、終わったな、電話しないよーちゅってか買いちょったっちゃけんの、1時間経っても電話コンテですよ。でもまあ4まで行きよったら電話かかってくじゃろうと思って4に行って、4の中を探しよったらおったですわ。で、ようちて声をかけて、あの手押し車のあのカゴの中んですよ、どら焼きが一個しか入っちゃうんていうし、1時間何しよったっけさ、ですよね。まあ、それを探すのが面白いして古墳を探しに行ってたんですけど、まあ、サイトバル古墳はね、どうですかこれ古墳みたいな感じだと、ね、あまり興味が湧かないですよね。南方古墳の17号なんて何回探しに行ったかわからんぐらい行きましたもん。
人いんかたん裏山にあってかい人んかたんいってかいちょっと裏山登らせてくださいつかいやっと見つけました。今日ちょっと品物送るので郵便局に行ったんですよ。でその人住所知らんもんだから局止めで送ろうと思って局止めそう郵便局で住所書いてんすよ。出したら相手の住所がいるっちゅうんですわ。相手の住所知らんき局止めにで送るようなに局止めの意味がねえじゃねえかってことはですよ。してなんかそう受け取り人が取りに来た時本人確認ができんかいっていう。あれやなんか俺の品物が貴重らへんの返してくるやつがおるもんかっちね。あれだわ俺に品物が貴重らへんの返してくるもんがね送ってこられる、来られるの決まっちゃうじゃんけ。しかも名前と電話番号分かってるかですよ。本人確認やっていけますよね。なんか俺の住所送り主の住所氏名もいるらしいんですよ。でなんか使い方だけ送り主に連絡せなあかんかって事故があったりした。いやいやいや俺の電話番号買い取りやんけ。この電話俺しか出らんからっつってか言うたら、ね、規則でなってるもんですから。